騒音問題。どうもこんばんは、てるです。本日の動画の内容なんですけども、私ちょっと悩みがあります。というのもですね、私が今この住んでいるマンションがですね、まあ1階なんですね。で、私今まで人生でこの生きてきた中で住んできたのがですね、まあマンションの2階建てで2階に住んだりとか、団地で4階の団地に4階に住んでたりと、まあ言ったら下に住むっていうことがなかったんですね。で、上に人が住むっていうことがなくて過ごしてきたわけなんですけども、3、4年近くこの今のマンションに住んでて、で、その最近はですね、悩みっていうのが騒音問題。というのもですね、まあ言ったらどん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 とこう上から来る音がすごすぎて寝れないわけですよ。で、私の友達も実際に最近それにすごい悩まされてて、もうずっと一軒家に住んでた友達が最近結婚をして、まあそういうマンションに住んでいるわけなんですけども、そういった友達もすごいそれに悩まされてるというふうに聞いて、実際やっぱりその、たくさんの人がそれに悩まされてるんじゃないかなと思って、こういう動画を撮ってみました。で、私なりに考えてちょっと対策を考えてみました。で、その対策っていうのが今私が手に持っているこちらです。こちら、はい。で、何やねんそれってなると思うんですけども、 Amazon で、購入した耳栓です。耳栓、すごいシンプルですよね。で、耳栓って言ってもちょっと気持ち高い耳栓になります。で、これが料金が2000円前後ですね。2046円とか、今の Amazon でそうだったと思うんですけども、これをちょっと買いました。で、これはこういう風にちょっとケースに入っていて、2セット入ってます。開けてみるんですけども、2つだけ取ります。で、まあこれは今お話してるのも1週間、私が使ってみてどうだったかっていうのを感想したいなと思います。で、まずちょっと物を見ると、まあ、ちょっと1つだけ見せますね。こんな感じになってます。こういう風に透明なタイプ で先っちょがこんな感じで取れるようになってて、反対側も同じ感じなんです。で、これはまあ耳の中に入れて、やる感じなんですね。普通にこういう風に入れて、で、それをまあ寝るときにやるっていう、まあ一応形上では、睡眠用っていう風に売られてました。で、これも Amazon の中でも一番耳栓の中でよく売れてたので、ちょっとまあ、半信半疑で、試しにやってみようと思ってやってみました。で、まあ1週間使ってみた感想は、まずメリットとしては、どん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 とこう走る音がよくあるんですけども、それが、10あるうちのもう3割ぐらいしか聞こえなくなりました。あとはまあエアコンの音であったりとか、外のそういう騒音とかはもうほぼ聞こえなくなりました。それと、あとはその目覚まし時計とか、そういった音は聞こえないんじゃないかなと思う、そういう部分が初め不安だったんですけども、その辺も特に気にせず、普通にアラーム自体は聞こえました。まあスマートフォンで私はアラームを普段朝一合わせてるんですけども、それも特に気にならず、アラームが鳴ればパッと起きれるぐらいですね。ただまあ、朝に弱い方とかっていうのはちょっと何とも言えないですけども、まあ私は普段からマナーモードのブーブーと音でも起きちゃうようなぐらいの性格なので、完全に聞こえるかって言ったらあれですけども、普通に普段からアラームで起きれるっていう方であれば特に問題はないかなと思います。そして次に、デメリットについては、やっぱりこういう耳栓っていうのは一番その恐れられるというか、ネガティブな要素で言うと、やっぱ耳に入れるということはやっぱり普段じゃないわけじゃないですか。こういう風に異物を入れるというか、なのでちょっとまあその圧迫感みたいなのはあります。だから初日とか2日目に関してはちょっと圧迫感あるかなと思います。なんかちょっと頭が痛くなるというか、頭が重たくなるというか、そういう意味ではデメリットかなと思います。ただこのやっぱ耳栓ってちょっとやっぱいいものなのかちょっとわかんないんですけども、すごいこのシリコンというか、これが柔らかくてですね、2、3日するとやっぱ慣れてきます。3日4日ぐらい経つと慣れてきて、やっぱりそのうるさいことを思えば結局は耐えれるかなと思うレベルです。なんで特にまあ続けていく中ではまあ大丈夫かなと思います。だからそんな毎日毎日私がうるさいわけじゃないので、時にたまにうるさくなる時があるので、その時だけつけるような感覚で、普段はほとんどつけないんですけども、まあつけてる分にはそういう圧迫感とかもまあ慣れはあると思うので、ただ初めの時はちょっとこうつけてるだけで頭痛いなとか、なんか頭に酸素回らんなっていう感じはあるんですけども、まあ大丈夫かなと
だそこがちょっとネックかなと思います。もう一点デメリットをすると、やっぱどうしてもその音をこういう風に遮ってしまうので、その時に例えば家でコンロをお湯を沸かしている状態でね、これをつけて寝ちゃったっていう時に、例えば沸騰してポーッと音がしても多分これをつけるとほぼ聞こえなくなるので、そういった部分では危険かなと思います。ということで、まあ今メリットとデメリットをお話しさせてもらったんですけども、まああくまでも半減というか、本当に少し気持ちを和らげるっていう意味ではこれは効果的だなと思うんですけども、 100% リラックスできるよという意味ではないので、ただですね、まあゼロの状態よりはこの耳栓を利用して快適には過ごせるかなと思います。ただこれに関しては多分多くの人がすっごい悩むと思います。本当にこの気持ちも分かれますし、何とも言えないぐらいのストレスを感じたりとか、言いに行くことって簡単なんですけど、実際私の周りの友達とかに聞いても、言ったところで結局は同じことだっていうことは、例えば言ったその日はなんとなく静かになるんですけど、結局数日後とか1週間1ヶ月経つとまだどん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 とこううるさくなってですね、結局は同じっていう。それでまあ3回4回言ってもなかなか静かになるっていうのは厳しいかなと思います。まあそれはまあこういうアパートとかハイスに住んでる人のデメリットでもあるかなと思うので、まあ仕方ないかなと思う部分はあります。ただまあちょっと激しすぎると私ちょっとまた言いに行こうかなと思うんですけども、ただまあ今まで一回も行ったことはないのでちょっとまあ分かんないです。でもね、やっぱこう言いに行くっていうことはやっぱり私みたいな性格だと結構言いに行けるタイプの方ですけど、やっぱこれ見てる方でもしかしたらなかなか言いに行けないという方も多いと思うので、まあその中の一つとしてこういう耳栓っていうのも一度参考にしてもらえたらなと思います。ただまあ最終的に私の友達とかはそのうるさすぎてもう寝れやんつって、もう腹立って無理やっつってもう引っ越しする方がやっぱ多いですけど、結局はやっぱその上に住むっていう、ね、マンションでも3階建てと3階に住むとか2階建てと2階に住むとかっていうのが一番いいかなとは思うんですけど、まあそれもできないっていうことは大半だと思うので、こういう耳栓っていうものもありますし、まあいろんな対策はあると思うんですね。例えばそれだけじゃなくて、外の例えば工事現場がうるさいとかっていう部分であれば、窓をそういう防音のなんかクッションみたいなのをつけてやるっていう方もいますし、まあ今回この件についてすごいいろいろ調べたんですけども、その中でちょっと気持ちいい耳栓をちょっと使ってみて、メリットデメリットをですねお話しさせてもらいました。まあこの動画がちょっといいか悪いかっていうのは何とも言えないんですけども、まあこの耳栓についてはこの YouTube の説明欄の方にですねリンクは貼ってあるので、興味のある人がいればぜひ参考に見ていただければなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりにしたいなと思います。ぜひ今回の動画にグッドボタンの方をお願いいたします。またその騒音について、こういう風にした方がいいよとか、こういうのがおすすめがあるよっていうのがあれば、ぜひじゃんじゃんコメント残していってもらって教えてもらえればなと思います。あとはチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録もお願いいたします。最後にインスタグラムとツイッターもやってますので、下の概要欄の方からぜひフォローもお願いいたします。ということで、本日は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。ではバイバーイ。Why should I stay? Please take me away from the light. I don't belong with might and with force. I'm winning the